皆さんおはようございます。昨夜に引き続きですね、ウラジミール・プーチン、ロシアの大統領とに対するタカ・カールソンさんのインタビュー、これのですね、通訳というか日本語訳と、そして、私の解説を続けていきたいと思います。かなり長いんで、これが3回目ですね。前の動画をご覧になってない方のために、まあ、どの辺からスタートするかというと、まあ、長くそのプーチンさんがロシア、特にウクライナのですね、歴史を言うんですね。で、ウクライナ人という特別な民族集団に、属しているという考え方がオーストラリア参謀本部によって宣伝され始めたと。そして、まあ、その後ボルシビキの革命を、ボルシビキがウクライナの国権回復を目指し、ポーランドとの敵対を含む内戦が始まった1917年の革命後ですね。そして、1921年ポーランドとの和平が宣言されたんだけど、その条約によってドニエプル川の右岸は再びポーランドに返還されて、1939年、ポーランドはヒトラーに協力したと。ヒトラーはポーランドと和平を提案し、友好条約を提案したんだけど、その見返りとして、ドイツの大部分と東プロイセン及びケニスブルグを結ぶ、いわゆるダンツィヒ回廊ですね。これ歴史に出てきます。ダンツィヒ回廊っていうか歴史で教わる。何でも歴史に出てくるんだけど、その辺からですね、ちょっと見てみたいと思います。聞いてみたいと思います。昨日とちょっとダブル部分がありますけども、よろしくお願いします。今日がその3ですね。ポーランドはヒトラーに協力した1939年。この辺も昨日言いましたね。ヒトラー、ナチスとこの地域の関係っていうのはすごいですよね。まさに収容所、ユダヤ人のですね、皆さんを入れて、アウシュビッツですね、あれはポーランドにありますもんね。He did collaborate with Hitler, you know. Hitler offered Poland peace and a treaty of friendship, an alliance demanding in return that Poland give back to Germany the so-called Danzig corridor, which connected the bulk of Germany with East Prussia and Königsberg. これさっき言いましたね、ダンツヒ回廊。これを、まあ、プロイセン、東プロイセンとケニスベルクを、ブルクを結ぶ、いわゆるダンツヒ回廊を、まあ、ドイツに返還するようにってヒトラーが要求したわけですね。After World War I, this territory was transferred to Poland, and instead of Danzig, a city of Dansk emerged. ここあれですね、第一次世界大戦後、この領土は、まあ、ポーランドに譲渡されて、そして、ダンツヒの代わりに、今ダンツヒ回廊って言いましたけども、グダスンクっていう都市が出現したと。ヒトラーは彼らに友好的な譲渡を求めたが、彼らは拒否したと。彼らっていうのはポーランドですよね。Hitler asked them to give it amicably, but they refused. Of course.Still, they collaborated with Hitler and engaged together in the partitioning of Czechoslovakia. で、それでも拒否したんだけど、彼らはヒトラーに協力して、チェコスロバキアの分割にポーランドが関わったんだと。昨日はここまでなんですね。じゃあ今日はここから。
歴史のところがずっと続くんですけど、この歴史のところをずっと聞いているとですね、後で、プーチンさんが言っていることが、この歴史の背景の中で分かってくるんですね。だからこの30分ぐらい、結構長いですよね。もうなんとかな、歴史の勉強してるようなもんなんだけど、ここちゃんと聞いとくとですね、後で彼が何を言いたいかっていうことがよく分かるんですね。じゃあ今日は、今日何時だっけ、2024年の2月の10日土曜日なんですけど、ちょっと行けるとこまで分けながら行ってみます。みんな長くやったら辛いから。じゃあよいしょ。 May I ask you, you're making the case that, that Ukraine, certainly parts of Ukraine, Eastern Ukraine is in effect Russia has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago? これね、すごいタッカー・カルソンさんの質問ですね。いや、それだったらお聞きするんですけど、あなたはウクライナ、確かにウクライナの一部、ウクライナ東部は実質的にロシアが何百年も統治してきたと今おっしゃったけども、あなたが24年前に大統領になった時、なぜそのウクライナを編入しなかったんですかって聞いてるんですね。あなたは核兵器を持ってる。かつてですね、ウクライナにも核が置かれてたんですが、ソ連が崩壊した時に、核保有っていうのは、ソ連の継承国であるロシアになったんですね。ウクライナからは核兵器を引き上げたんですね。まあ、と言ってもこれ、なんかな、後で出てくるけども、要は旧ソ連邦のという枠組みで言うと内戦ですね。内戦というよりか、まあ、内なる軍事作戦で、戦争にもという言葉が本当にふさわしいかなっていうように、奇妙な戦争なんですよね。まあ、タッカーさんは、そんな何百年もロシアだったのに、なんでそのあなた24年間もこれ取り返そうとしなかったんだって言ってるんですね。すごい質問ですね。You have nuclear weapons, they don't. It's actually your land. Why did you wait so long? Sure.I'll tell you. I'm coming to that. This briefing is coming to an end. It might be boring, but I'm telling you. I'm telling you. いや、じゃあ言うよっていう意味ですね。じゃあ言うよ。教えてやるねっていう感じかな。その、I'm telling you. だから言ってるでしょっていう感じかな。ちょっと、どんなニュアンスなのか。うん、要するにタッカー・カルソンさんはこの歴史のところに長いんでイライラしてるんだと思うんですね。まあ、実際に後の振り返りでそう言ってるんですね。だけどこの歴史のところが後で見るともうむちゃくちゃ大事なことなんだっていうのを分かったって言ってるんですね。だから皆さんも、僕はなんでここを分けて丁寧にやってるかっていうと、ここがすごく肝なんですよね。ちょっと辛抱して聞いてください。Many things. I just don't know how it's relevant. No, at least you took them. Yeah, which are good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler and... このブリーフィングは終わりに近づいてる、退屈かもしれないが、多くのことを説明しなきゃいけないんで、してるんですよって言うんですね。いや、退屈じゃないんだけど、タッカーさんは、まあ、どう関連性があるか分かんないんですって。やっぱり、ね、こんだけもう命かけたようにしていって、長々と歴史の講義を受けただけだと、もう何しに行ったか分かんないですよね。だけど、後でこれが聞いてくるんですよ。どういう関連でおっしゃってるのか分かんないんですよと、自分が聞きたいことはそこじゃないんですよねっていう。で、退屈ではないって言ってくれたんで、よかったって、そう言ってくれて嬉しいよっていうんですね。ありがとうって。もう非常に巨大な国のですね、大統領にしては非常に謙虚ですよね。で、第二次世界大戦前、ポーランドはヒトラーに協力したって言いましたよね。
で、ヒトラーの要求には屈しなかったものの、ポーランドはダンツィ回廊をドイツに譲らなかったため、ヒトラーと共に、チェコスロバキアの分割に参加し、行き過ぎた攻撃によってヒトラーを第二次世界大戦の開戦に追い込んだの。つまりここで出てくるのはです、この後彼が言うのは、第二次世界大戦に結びつく、まさに、ポーランドとヒトラーとの間のことを言うわけですね。ちょっと聞いてみましょう。It still participated in the partitioning of Czechoslovakia together with Hitler, as the Poles had not given the Danzig corridor to Germany. これさっき言ったところですよね。もう一回繰り返してるんですよ、ここを。It went so far, pushing Hitler to start World War II by attacking them. 結局、そのヒトラーを第二次世界大戦に追い込んだのは、この部分だったんだと言ってるわけですね。非常に興味深いですね。Why was it Poland against whom the war started on 1st September 1939? Poland turned out to be uncompromising and Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland. これね、今回の軍事作戦とよく似てるんですよね。1939年の9月1日、軍事作戦が、ロシアによるウクライナの軍事作戦がスタートしたのは、2022年の2月の24日でしたっけ。で、それから遡ると ことを90年ぐらい前にですね、1939年の9月1日に、そのナチスドイツの開戦の相手は、ポーランドだったんだよっていうことを言ってるんですね。それは、ポーランドが全く妥協しないことが判明して、ヒトラーには他の選択肢がなかったんだと。ポーランドに侵攻する以外なかったんだということを言ってるんですね。By the way, the USSR, I have read some archived documents, behaved very honestly. It asked Poland's permission to transit its troops through the Polish territory to help Czechoslovakia.But the then Polish foreign minister said that if the Soviet planes flew over Poland, they would be downed over the territory of... ここは、ソビエスキーって言ってるのかな？ちょっと、日本語訳をつけた方がおられるんで、詳しくは、うまくここよく聞き取れないんですよね。ソ連は、ソビエスキー、ところでソ連は非常に誠実に行動し、チェコスロバキアを助けるためにポーランド領内を、軍隊が通過する許可をポーランドに求めたと。通してくれねって、無害通行だからって、ポーランドに害することはない。しかし当時のポーランドの外相は、ソ連の飛行機がポーランドの上空を飛んだら、領空侵犯で撃墜するぞと言ったと。しかしそんなことは問題なんじゃないんだと。戦争が始まり、ポーランドがチェコスロバキアに対して進めてきた政策の、餌食になったっていうことなんだと。こういうことを言ってるんですね。これ歴史を知っとかないとうまく理解できないですね。But that doesn't matter. What matters is that the war began and Poland fell prey to the policies it had pursued against Czechoslovakia as under the well-known Molotov よく知られたモロトフ・リペントロップ協定により、ウクライナ西部を含む領土の一部がロシアに譲渡され、ロシアは歴史的な領土を取り戻したんだと。Part of the territory, including Western Ukraine, was to be given to Russia. Thus, Russia, which was then named the USSR, regained its historical lands. そのモロトフ・リペントロップ協定により、ウクライナ西部を含む領土の一部がロシアに譲渡されて、ロシア、当時はソ連ですけど、歴史的な領土を取り戻したと。
第二次世界大戦と呼ばれる、まあ、これはロシアではですね、大祖国戦争っていうんですね。大祖国戦争に勝利し、これらはすべて最終的に、まあ、ロシア、ソ連のものとなったんだと。で、じゃあポーランドどうなったかと。After the victory in the Great Patriotic War, as we call World War II, Great Patriot War っていう、War でいいんだっけ？ War でいいですね。僕はもう英語高校の時間違って覚えてるんで、わーって覚えてるんで、そうですね。Great Patriot War、大祖国戦争、大愛国者戦争に勝利し、これらの領土はすべて最終的にロシア、ソ連のものとなった。All those territories were ultimately enshrined as belonging to Russia, to the USSR. As for Poland, it received, apparently in compensation, the lands which had originally been German. なるほど。ポーランドはもともとその代償としてですね、ドイツ領だった土地を手に入れたと。これがそのドイツの東部。これらは現在、ポーランドの西部の土地となっていると。The eastern parts of Germany. Eastern parts of Germany. Western lands of Poland. Of course, Poland regained access to the Baltic Sea and Danzig, which was once again given its Polish name. ああ、なるほど。ポーランドはバルト海、ダンツヒへのアクセスを取り戻して、ダンツヒは再びポーランド名となったと。まあ、こういう状況だったんだと。だから行ったり来たりしてるんですね。もう長い間のロシアのあれだったけど、ダンツヒ回廊とこのポーランドとの間の話を今してるわけですね。So this was how this situation developed. In 1922, when the USSR was being established, the Bolsheviks started building the USSR and established the Soviet Ukraine, which had never existed before. Right. なるほど。このような、こんな、こういう形で、ボルシェビキは、ソビエト連邦を作ることに着手して、それまで存在しなかった、ソビエト・ウクライナを設立したんだと。タッカーさん、あ、なるほど。この辺でだいぶタッカーさんも話に入ってくるんですよね。それまでは、なんていうかな、なんでこんな話してんだと。フィリバスターじゃないかと。フィリバスターっていうのは、アメリカの議会でですね、時間稼ぎのっていうか、議事妨害のためにやるやつですね。なんもうせっかく命かけてきてんのに、もうこんな話かよって思ってたんだと思うんですね。Stalin insisted that those republics be included in the USSR as autonomous entities. For some inexplicable reason,Lenin, the founder of the Soviet state, is... なるほど。ここでスターリンが出てきますね。スターリンはそれらの共和国を自治体として、まあ、ソ連に含めろということを主張したと。ところがそのソビエト国家の創始者であるレーニンは不可解な理由？不可解な理由からこれらの、共和国にソ連邦ですよね。ソ連邦から脱退する権利を与えるように主張したと。不思議ですね。なんで脱会する権利を与えるんだろう。まあプーチン氏もわからん、なんでなんだって言ってるわけですね。そしてまた不可解な理由によって彼は
その新しく設立されたウクライナソビエト共和国に、そこに住む人々とともにそれらの土地がウクライナと呼ばれたことがなかったにもかかわらず、そのウクライナソビエト共和国の一部とされた土地の一部を譲渡した。これが有名な線引きですね。だから、これ何年だっけ？今から78年前だっけ？そうですね。要するに人工的に作られたんだっていうことを言いたいんだと思うんですよね。レーニンによって。ちょっと聞いてみましょう。That they be entitled to withdraw from the USSR. And again, for some unknown reasons, he transferred to that newly established Soviet Republic of Ukraine. No reasons. わけもなくって言ってますね。まあさっきの訳でいいかな。Some of the lands together with people living there, even though those lands had never been called Ukraine, and yet they were made part of that Soviet Republic of Ukraine.Those lands included the Black Sea region, which was received under Catherine the Great.一部を譲渡したと。そしてそれらの土地はエカテリーナ大帝の下でウクライナとは歴史的に全く関係ない国会地域も含まれていたと。エカテリーナってすごいんですよね。皆さん、サンクトペテルブルグ美術館って行かれたことありますか？私、一回だけ行ったことあるんですけど、北方領土返せって言うんで、ロシアのですね、歴史資料館がそこにあるんで、サンクトペテルブルグは、昨日も申し上げましたけど、プーチンさんの生まれたとこですね。で、そのロシア、スラブの広大な大地とサンクトペテルブルグはもう全くなんていうかな、僕が思うにはですよ、相入れないって言うと、ちょっとロシアの人に申し訳ないけど、えらいなんか綺麗なヨーロッパの、その近代都市みたいにしてるんですよね。いや、ロシアが近代都市じゃないって言いませんよ。当時、今からもう20何年前かな、行った時は、もうちょっと前かな、いやもうびっくりするぐらい綺麗なんですよ。で、サンクトペテルブルグ美術館はエカテリーナ2世が略奪してきたものがもう山ほどあって、世の中にこんな美しいものがこんなにたくさんあっていいのかと。で、係の人が言ってましたね。1分、その作品の前に立ち止まったらですね、一つの作品の前に1分立ち止まってみたら、全部を見るのに4年かかるって言ってましたね。もう本当にね、すっごい、こんなによくぞ、略奪してきたもんだっていうようなものでした。ちょっと余談になりましたけど、そのエカテリーナ大帝のもと、ウクライナとは歴史的に全く関係ない国会地域も含まれてたんだと。And which had no historical connection with Ukraine whatsoever. Even if we go as far back as 1654, when these lands returned to Russian Empire, that territory was the size of 3 to 4 regions of modern Ukraine, with no Black Sea region. That was completely out of the question. なるほど。これらの土地がロシア帝国に返還された。そして1654年まで遡ったとしても、その領土は現在のウクライナの3、4地域分の、なんて訳せるんだろう。大きさで、国会地域はなかったんだと。もう完全に問題外だったんだと。1654年ですかって聞いてるんですね。いや、僕もそれ1654年に1900年のお話してんじゃない。いや、その通りだっつってんですね。
あ、なるほど。その遡ったとしてもそこは含まれてない、ウクライナには含まれてないんだということの意味のようですね。I'm just, you obviously have encyclopedic knowledge of this region, but why didn't you make this case for the 22 years as president that Ukraine wasn't a real country? また同じことを、あなたの知識はもう百科事典並みですねと、すごいですねとね。だけどこの地域についても本当に膨大な知識をお持ちだと。しかし大統領として最初の22年間、なぜウクライナは本当の国で、自分のロシアであると主張しなかったんですか？さっきと同じ質問してますね。まだまだイライラしてんでしょうね。The Soviet Union was given a great deal of territory that had never belonged to it, including the Black Sea region. At some point, when Russia received them as an outcome of the Russo-Turkish wars,They were called New Russia or... ああ、なるほど。こういうことだ。いや、だから言ってるでしょと。ね。ソ連は黒海地域を含むソ連に属していなかった多くの地域をソ連で持っていたんだと。ロシア・トルコ戦争ですね。だろう、多分。結果としてロシアがそれらを受け取ってある時点で、それらは新ロシア、別のロシアと呼ばれた。まあ、しかしそんなことはどうでもいいんだと。重要なのはソビエト国家の創始者レーニンがウクライナをそのように建国したっていうことなんだと。それはなんでそんなふうにしたかは自分はわからんと。No reason って言ってますよね。That does not matter. What matters is that Lenin, the founder of the Soviet state, まだっていうことは、要するにまあどうでもいいんだと、そんなことは。とにかく、レーニンがウクライナっていう国を建国しちゃったんだと。もともとは、なんとかな、ここはそのロシアの辺境に住む人々っていう意味で、その民族がいるとか、そんな話じゃなかったんじゃないかっていうのを、前のところで言ってますね。やっぱり人工的に作られたところっていうのは結構、パレスチナもそう、パレスチナ、イスラエルもそうですけど、こういうことが起きるんですね。Established Ukraine that way. For decades, the Ukrainian Soviet Republic developed as part of the USSR. And for unknown reasons again, the Bolsheviks were engaged in Ukrainianization. なるほど。これも理由は不明だかって言ってますね。何十年も間、ウクライナ・ソビエト共和国はソビエト連邦の一部として、まあ、発展してきた。そして、ノーリーズン。理由はちょっとわかんない。理由なくか。ボルシェビキはウクライナ化に取り組んだんだと。それは単にソビエトの指導者がウクライナ出身者でかなり構成されていたからじゃないと。むしろソ連が追求した土着化の一般的な政策によって説明されたのであると。土着化、ネイティブ化。It was not merely because the Soviet leadership was composed to a great extent of those originating from Ukraine. Rather, it was explained by the general policy of indigenization pursued by the Soviet Union. Indigenization って言ってますね。Indigenization、土着化、やっぱり土着化って訳すんだろうな。うん、まあその政策によって説明されたんだと。インディジュナイゼーションがどういうことか、ちょっとまた別辞書で調べないとわかんないですね。ボルシベキがなんでそんなことをやったのかと。土着化。Same things were done in other Soviet republics. This involved promoting national languages and national cultures, which is not a bad in principle. That is how the Soviet Ukraine was created. ああ、なるほどね。
他のソビエト共和国でも同じことが行われていたと。これはその国語と国の文化の信仰が含まれていて、原理的に悪いことではない。つまり、まあ、その土地のアイデンティティをしっかり確立せよということなんでしょうかね。土着化っていう意味は。ここもちょっと僕の能力というか、今の知識ではわからん。とにかく、まあ、そういうことをやったらしいですね。After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So Romania and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine, and they still remain part of Ukraine. So... なるほど。ああ、なるほど。だいぶ分かってきた。こうしてソビエト・ウクライナは誕生したんだと。第二次世界大戦後、ウクライナは戦前にポーランドに属していた土地に加えて、ハンガリーとルーマニアに属していた土地の一部を譲り受けたと。つまり、ルーマニアとハンガリーは自分たちの土地の一部を取り上げられて、そして、ソビエト、ウクライナに、割り振られたんだと。ここすごく大事なとこだと思います。なんというのはね、今もう実質和平に行かないとどうしようもないって、もうアメリカでさえギブアップしてる人たちがいっぱいいるんですね。っていうかもう金が続かないし、もう勝つわけないと思ってるんですよ。やっぱりロシアはむちゃくちゃ強いんですよ。し、この、まあ、もうなんていうかな、トップが違いすぎますよね。すっごいもうこの KGB で鍛えて、しかも彼法学者ですよね、プーチン氏は。戦略的な思考から何からかんからもう本当にゼレンスキーさんに悪いけど世界飛び回ってこう、援助しろ援助しろって言ってる人とですね、そのモスクワにデーンと構えて、そしてそのいろんなことを見てる人とでは最初から勝負にならなかったと僕は思いますね。例えば三国志とか見てみても役者の違いとか如実に出てきますよね。だから早く和平をして、そして失われる命が少なければ少ないほどいいに決まってるわけだから、そのことを言ってたんですけど、全然途中でまた邪魔するやつが入ってくるわけですね。これ今のこの歴史的なポーランド、ハンガリー、ルーマニア、ここは覚えておいた方がいいでしょうね。この後どうなるかっていうのが、ちょっとまたここに伏線があるような気がしてならないですね。In this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will. Do you believe Hungary has the right to take it? そうそう。Artificial states って言ってますね。Artificial states。それらは今でもウクライナの一部であると、この意味でウクライナはスターリンの意のまま形作られたアーティフィシャルステート、つまり人工的な国家なんだと断言する十分な根拠があるわけです。そうですね。まあ、どういう理由かわかんないけど、こうやって線を引いて、土着化に努めていったわけですね。Land back from Ukraine, and that other nations have a right to go back to their 1654 borders. ここでタッカーさんは、ハンガリーにはウクライナから土地を取り戻す権利があり、他の国にも back to 1654、1654年の国境に戻る権利があると、そういうことを言ってるんですか？そういうことをおっしゃってるんですか？ということを聞いてるわけですね。まだそのプーチンさんが何言ってるかっていうのはタッカーさんは追い切れてませんね。要はどうしろって言うんだっていう質問に僕には聞こえます。今初めてすごいため息、まあ
いやー、これだけ言っても分かんないのかって思ったのかな。ここが大事なんだ。何聞いてんだよっていう、そんなため息にも聞こえますね。Sure, whether they should go back to the 1654 borders. But given Stalin's time, so-called Stalin's regime, which as many claim saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states. В этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право. One may say that they could claim back those lands of theirs while having no right to do it.あ、この人本当にすごく賢い答えをしますね。すごく賢い。あの、1954年の国境に戻るべきかどうか、それは僕には分かんないよって言うんですね。やっぱ賢い人はその分かったふりをしていろんなことを言ったりしないですね。分かんないことは分かんない。違うことは違うってバシッて言いますね。まあそのため息でもあったんでしょうね。そんなこと言ってんじゃないじゃないかって。しかし、スターリンの時代、いわゆるスターリンの政権を考えると、多くの人が主張するように人権侵害や他国の権利侵害が数多く見られた。そのような権利がないにもかかわらず、あの、自分たちの土地を取り戻すことができたんだということができる。それは、まあ、少なくとも理解できる。こういうこと言ってるんですね。さあ、これはどう答える、あ、どう聞くかな。It is at least understandable. Have you told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? え、それどういうことですかと。オルバンにウクライナの一部を持ってもいいと言いましたかって。だからまだタッカーさんはこの歴史の話をもとにですね、じゃああなたはあのウクライナをバラバラにして自分のところに入れろって言ってんですかっていう意味のことを言ってんだと思います。やっぱりね。だからこういったところもそのプロパガンダ、僕らもその今のも多分僕がタッカーさんでも聞くと思いますね。違うんですね。そんなこと言ったことないよと。一度も、ネバーネバー、一回も言ったことないんだよって。そんな、オルバンにウクライナの一部を、譲渡して、ね、もう俺らが勝ったら、あなたのところにあげるよと、オルバン大統領に言ったかと。そんなこと言うわけないだろうと。そのことで会話したこともないっていうわけですね。これも新しい事実ですね。僕らは普通、あのオルバンさんがロシアを手伝ってるのは、ウクライナが負けた時土地をもらうためだって、ね、それ西側のプロパガンダですね。全然違うんですね。ここも新しい事実ですね。事実っていうか、事実を曲げて伝えてたのは西側なんですね。僕も、ああ、そうなんだな。やっぱり、あの、ロシアは勝つから、オルバン、ウクライナをもらうんだろうなって思ってたんですよね。そんなことは一回もないよって。We have not even had any conversation on that, but I actually know for sure that Hungarians who live there wanted to get back to their historical land. なるほど。そんなことは言うわけないし、一回も会話、そのことで会話したことないけど、しかし、そこに住むハンガリー人、オルバンさん、ハンガリー大統領ですね。あの、ハンガリー人が自分たちの歴史的な土地、自分たちの父祖の土地に戻りたがってるっていうのは確かなんだよねって。さらにね、ちょっと興味深い話を紹介するよ。Moreover, I would like to share a very interesting story with you.I'd like to share a very interesting story with you. とっても興味深い話をタカさん、あなたと共有したいんだけど、いいかって。
ここで初めて個人的な話をするんですね。この人面白いね。I digress. It's a personal one. Somewhere in the early 80s, I went on a road trip in a car from then Leningrad across the Soviet Union through Kiev. Made a stop in Kiev and then went to Western Ukraine.個人的な話なんだけど、80年代の初めに、ドライブ、自分で運転して、レニングラード、当時からキエフを経由して、ソ連を横断するドライブ旅行に出かけたんだと。で、キエフに立ち寄ったんだと。実はちょっと自分の個人的なあれで申し訳ないけど、このロシアの侵攻が始まる何年前かな、うちの子がですね、演奏旅行っていうかな、コンテストで呼ばれたんですよ、ウクライナに。で、リビウっていう、もっとヨーロッパに近い方の町で、まあ、ほとんどヨーロッパだった。キエフからは相当な距離があるんですよね。で、彼はまあ世界をこういろいろな演奏で回っ、式で回って、てるんですけども、えらい奇妙だったっていうこと、いろんな国のことが大好きで、まあウクライナも綺麗な街でみんなすごく親切にしてくれたって言ってたんですけど、まあ奇妙なことがあったっていうことを言ってたんです。ちょっとそれはなんていうかな、差別に関することだったようですね。それは彼が差別されたっていうんじゃなくて、リビウの街でそのレストランに入ることができない人たちがいたっていうことを言ってましたね。まあちょっと個人的なことなんで、僕の個人的なことよりか、プーチンさんの話を聞いてみましょう。To the town of Biregovoye and all the names of towns and villages there were in Russian and in the language I did not understand, in Hungarian, in Russian and in Hungarian. いや、やっぱ同じだ。In Russian and in Hungarian. ウクライナ西部に行ったんだと、まあヨーロッパの方に余計近づいたんでしょうね。で、ベレゴボイっていう町に行ったけど、そこの町や村の名前は全てロシア語、ハンガリー語、ロシア語、ハンガリー語で書かれていたんだと。ウクライナ語ではなくて、ロシア語とハンガリー語だったんだよって。Driving through some kind of village, and there were men sitting next to the houses, and they were wearing black three-piece suits and black cylinder hats. I asked, are they some kind of entertainers? I was told, no, they were not entertainers, they're Hungarians. あ、なるほど。どこかの村を車で走ってると、家の、まあ、前に座ってる男たちがいて、黒いスリーピースのスーツを着て、黒い円筒形の帽子をかぶってたんだと。何か のエンターテイナーですかって聞いたら、いや、エンターテイナー、芸人さんじゃありませんと。芸能人さんじゃありません。ハンガリー人だと言われたと。I said, what are they doing here? What do you mean? This is their land. They live here. What are they doing here? What are they doing here?彼らはここで何やってんですか？いやいや、彼らの土地なんだ。彼らの土地なんだ。つまり、ハンガリー人の土地なんだ。彼らはここに住んでるんだ。This was during the Soviet time in the 1980s. They preserved the Hungarian language, Hungarian names, and all their national costumes. They are Hungarians and they feel themselves to be Hungarians. なるほど。これはソ連時代のことなんだと。ね、ウクライナっていうとこだったんだけど、ソ連は、まあ、そこにもともとハンガリー人がいたんだったら、ハンガリーの言葉、ハンガリー人の名前、ハンガリーの人の民族衣装すべてを守っていたんだと。彼らはハンガリー人であり、自分たちをハンガリー人だと思ってる。で、それが今侵害されてるんだと。なるほど。僕の子供が言ってたのと同じだ、これ。And of course,
when now there is an infringement. Well, that is, and there's a lot of that, though. I think many nations are upset about Transylvania as well, as you obviously know. But many nations feel frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century and wars going back 1,000 years, the ones that you mentioned. But the fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago. なるほど、なるほど。ここにこだわってるんですね。タッカーさんは、そんなの、その、ね、多くの国が、今のはトランシルバニアのことですね。それは憤慨してますよと。しかし、20世紀の戦争や、あなたがおっしゃったような1000年も前の戦争で、まあ、国境が引き直されたことによって、多くの国が、まあ、不満を感じてるんだと。それは分かったと。しかし、あなたがこのケースを公にしたのは2年前の2月のこと。つまり、軍事作戦を やったのは2年前の2月24日じゃないかと。一体それは何なんだと。今日は、それを聞きたいんですね。ずっと聞いてんだけど、プーチンさんは歴史の話をしてるわけですね。まだこの辺は、これがどう展開するかっていうのは分かんないから、いやー、しまった、これはもうなんてこっちゃと思ってたのかも分かんないですね。タッカーさんはね。And in the case that you made, which I read today, Jessica, you explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat, and that's what got you to move. Is that a fair characterization of what you said? ああ、これもすごいいい質問ですね。今日私が読んだところによると、あなたは NATO による西側からの物理的脅威、まあ、NATO の、東方拡大ですね。そして潜在的な核の脅威を感じたと、非常に長く説明していると。それがあなたがこの軍事作戦を始めた大きな動機なんですかと。それはあなたの発言に対する公正な評価でしょうかと。まあ、そんなことを言われてるけど、これで正しいかって言ってるんですね。Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они... I understand that my long speeches probably fall outside of the interview. 面白い。やっぱりね、あなたのインタビューからするとね、今、歴史をずっと長々と話したことは、インタビューの形式からね、外れてるっていうのは僕も分かりながら言ってんだよって。分かりながら言ってんだよって。相手の心をパッと表に出すんですね。すごいこの技術ですね。That is why I asked you at the beginning. Are we going to have a serious talk or a show? You said... いや、ここはね、この会話の中の肝っていうか、要するに、タッカーさんがプーチンさんにこうググッと引き入れられる元となったその起承転結の章にあたるところなんですね。いや、だから言ったでしょって、この最初のインタビューであなたは真面目な話を僕とやるのか、それとも章をしに来たのか、どっちかって真面目な話でいいかって断ったじゃないかと。だからこの話をしてるんだよっていうんですね。非常にこの人ストレートな人ですね。この人と話してるとすごく楽しいですね。なんていうかな、歴史の地平とか戦略とかが多次元的にこう頭の中にあって、この人が次どんな引き出しを開けてくるんだろうって楽しい。僕もこうやって英語を聞きながらやっとその日本語字幕がついたからいいけど、昨日はもう最悪だったですもんね。聞き取れないし、わかんないしって思ってたんだけど、日本語字幕がつくと余計楽しめますね。トランスレートするあれがないから、負荷がですね。すごいな、これ。いやー、ちょっとなんか、解説してて僕がこの人に引き込まれているっていうのをよくわかりますね。全部なんていうか無駄なことを全く言わないですよね。無駄な、それからするともう反省しきり、話してることの8割は無駄っていう
ちょっと自分をね、反省しますね。いやー、ちょっとこの辺で、今何分だ？これでやっと23分ですね。このペースでやってたら、10日ぐらいかかる。だったらもうこの話も終わりに近づきますよね。ちょっともうちょっと辛抱してやってみましょう。最低でも40分ぐらいまでいかないと。Serious talk. So bear with me, please. We're coming to the point where the Soviet Ukraine was established. Then in 1991, the Soviet Union collapsed. And everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. Ah, なるほど。いや、だからまあ我慢してくださいって言ったでしょと。だから我慢してくださいねと。真面目な話を今してて、っていうかものすごい話をしてくれてるんですね、この人。そんな一回会ったレポーターにですよ。ここまでしますかね。それはタッカーさんがどんな思いで来てるかということをよくわかるからでしょうね。それはもう、要するにアメリカ帰ったら逮捕しろって言ってるものまでいるわけですよ。まあ本当にもうバカの百姓みたいのがいっぱいいるわけですね。それから制裁しろとまで言ってるでしょう。とんでもないですよね。ちょっと、そして、じゃあこれ、ソビエト、ウクライナが成立したところまで、来ていますと。やっとここまで来たんだから、あとちょっとだよって言ってるわけですね。I'm coming to a very important point of today's agenda. Thank you. After all, the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian League. 今、佳境まで来てんだよって。で、ソビエト、ウクライナが成立したとこまで来たんだと。そして1991年、ソビエト連邦が崩壊して、ロシアがウクライナに惜しみなく与えていた、すべてのものがソビエト連邦によって、まあ、引きずり去られたんだという訳になってますね。ちょっとこれ、ロシア語の原文読まないと分かんないですね。これで正しいのか。今日のその議題の非常に重要なポイントに差し掛かってますよって。No, I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time, but I suspect there were several reasons to think everything would be fine. Первое. Ну, 結局のところ、その当時のそのロシアが何に引きずられてたのかよくわかんないけども。First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were. Ah, なるほどね。その何をどう考えてたのかちょっと今となってよう分からんけども、全てをがうまくいくんだとロシアの指導部が考えるにはいくつかの理由があったんだと。第一に当時のロシアの指導部はロシアとウクライナの関係の基本は実は共通言語であると信じてたんじゃないかと。で、僕は、2年前 APPF っていうアジア太平洋議員フォーラムでロシアの代表と話したんですね。ロシアの代表で、その人はですね、ウクライナもう侵攻した後ですね、 APPF だから秋だったんですけど、その自分はお母さんがウクライナ人でお父さんがロシア人だと。今軍事作戦やってるけど自分は半分に割れないでしょって言うんですね。で、今度もゼレンスキーさんが司令官を変えましたよね。この新しい司令官はご両親がロシアに住んでるんですよね。だからものすごい親戚関係というか、その分けられないんじゃないかっていう、つまり言語も
共通言語だというふうに考えたんじゃないかと。In fact, a common language, more than 90% of the population there spoke Russian. Family ties, every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture, common history. Finally, common faith, coexistence with a single state for centuries, and deeply interconnected economies. ここですね。ここがこの話の肝ですよ。ウクライナでは人口の 90% 以上がロシア語を話していたと。家族の絆、現地の3分の人が何らかの家族や友情の絆を持っていた。共通の文化、共通の歴史、ここです。コモンフェイスって言いましたでしょ。共通の信仰。つまり信仰が同じだっていうことがすごく大事なんですよ。それはずっと延々と言ってきて、彼らはロシア正教、正教徒であるということでアイデンティティがあるわけですね。アメリカ人のアイデンティティって何だと思います？アメリカ人。アメリカ人のアイデンティティ。で、このロシア人のアイデンティティというのは、ロシアの自分たちは正教徒であるっていうアイデンティティなんじゃないんですかね。All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. つまり、もうこれがファンダメンタルなところで共通なんだから、対立のしようがないじゃないか。っていうことを言ってるんですね。これ西側の人たちが無理無理戦争させてる、代理戦争させてるのと考え方全然違いますよね。例えば、例えて言うとですね、日本人で僕は九州人じゃないですか。佐賀のね、今自分の事務所にいるわけだけど、その佐賀人とですね、九州人と北海道人の人と戦いますか？戦うんですよ。昔はやってたわけですね。例えば、薩長と一子、会津とか言って。だけど、同じ民族、同じ日本人、同じ日本語を話す、同じ、まあ宗教っていうのは、日本はそのロシア正教みたいな、ガチッとしたあれはないけど、逆に言うと、その、特定のその宗教どうのこうのという前に、非常にその共通の宗教基盤というかな、神仏に対する考え方の基盤は他の国よりも非常に僕は強いと思ってるんですよね。で、それを多分プーチンさん言ってるんじゃないですかね。It's a very important one.I want you as an American citizen and your viewers to hear about this as well. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and therefore there were no longer any ideological dividing lines. ああ、ここなんだよね。ここなんですよ。旧ロシア指導部はソビエト連邦、つまり共産主義のソビエトは消滅したんだから、アメリカ人、アメリカ国民として、この視聴者の皆さんに、これ、ちゃんと聞いといてくださいねって言ってるんですね。で、ロシアはソビエト連邦の崩壊に自発的に、積極的に同意さえして、それがいわゆる、文明国である、当時のですね、文明国である西側諸国から協力と協調への招きとして理解されると信じていた。ここなんか気の毒になりますね。つまり、まあ共産主義っていうのはもう負けたわけですよ。でも未だにソ連と同じようにロシアを共産主義国家と思ってる人がいるでしょ。全然違いますよ。だから本当になんとかな、西側の人って理解、まあ、自分たちがメインラインだから、ある意味傲慢ですよね。
彼らは西側に合わせようとしたんですよね。というか負けたっていうか、共産主義はソ連っていうのは軍の重さで崩壊していくわけですね。Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union. Proactively って言ってますね。積極的に、自発的に、そのソビエト連邦の崩壊に同意し、協力したんだと。そして、文明国に同化しようとしたんだと。で、そのことが西側諸国から協力と協調への、招きとして理解される、大きく門戸を開けて両手を広げて迎えてくれるもんだと思ってたんだと言うんですね。そこが全くの誤解だったんですよ。ちょうど西側はこれを何に使ったかというと、オルガルヒ、つまりグローバルマネーでですね、よちよち歩きの共産主義から、まあ、自由主義に入ってきた人たちを搾取したんですよね。あの国営のいろんなものを売り払って、そして散々パラですね、ロシア人の、あの財産を奪ったんですよね。それが証拠に僕も あるミッションでウラジオストクに行った時にですね、これ前どっかで話しましたけども、原口さん、あなた国会議員、日本の国会議員、お金持ち、このウラジオストクホテル買いませんかって言ったんですよ。もう全部間違ってる。日本の国会議員っていうのは正しい、だけど大金持ち全く間違い。そしてウラジオストクホテル、これ病院だったらしいんですね。でそれを今ホテルにしてるけど、200万円で買わないかって言われたんですよ。まあ詐欺しかも分かんないですよ。だって200万円なんてね、それでも僕はそのお金で今買ってたらどうなんですか。まあどのみちロシア入国禁止だから一文にもなんないけども、そんな具合ですよ。要するに外国人に自分たちのものをその今だけ金だけ自分だけで売り飛ばす傀儡みたいな、まあ日本はもうそれでぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。でも日本はものすごいでかい自由主義の国だから、ロシアみたいに簡単にあの当時ですね、ゴルバチョフ、エリツィンの時代にロシアのたった10年間で、平均寿命は10歳下がったって言われてるんです。それぐらい過酷な搾取を受けたわけですね。なんか同情しますね。ロシア人ってすっごい日本のこと好きでですね、そして自由主義になったらみんなが歓迎してくれるんだと思ってたっていうわけですね。ところがどっこい、その人たちは狼だったり虎だったりしたんでしょうね。And believe that this would be understood by the so-called civilized West as an invitation for cooperation and association. That is what Russia was expecting, both from the United States and the so-called collective West as a whole. There were smart people, including in Germany, Egon Barr, a major politician of the Social Democratic Party, who insisted. ドイツにもデモクラティック・ソーシャル・パーティー、民主社会党のエゴン・バールをはじめとする賢い人々がいた。自分たちはアメリカからも集団的な西側諸国全体からも期待されてたんだと。ロシアがこうやって自分たちの仲間に入るんだって、そして温かい祝福で迎えられると思っていた。だけどドイツにもそういう賢い人々がいたと。ああ、なるほど。In his personal conversations with the Soviet leadership on the brink of the collapse of the Soviet Union, that a new security system should be established in Europe.
Help should be given to unify Germany, but a new system should be also established to include the United States, Canada, Russia, and other Central European countries. なるほど。東西ドイツも統合していくわけですね。で、あの時こういう議論があったんですよね。東ドイツはあまりにも貧しいから、そう、西ドイツと統合するときに、ちゃんとそれを支援していかなきゃいけない。で、安全保障上も、ロシアも入れて、アメリカ、カナダ、ロシア、その他、ヨーロッパの中央諸国を含む新しいシステムを構築すべきだと。しかしなんですね。ここもこのインタビューの肝ですね。Yes, but NATO needs not to expand. That's what he said. If NATO expands, everything would be just the same as during the Cold War, only closer to Russia's borders. That's all. これですね。NATO は拡大する必要全然ないんだと。むしろ、プーチンさんは NATO に入ろうとしたんですね。後で言ってくるけど。NATO が拡大すれば、すべて、NATO っていうのは、ワルシャワ機構に対してですね、ソ連を中心とした、東側のワルシャワ機構に対抗してできた北大西洋条約機構っていうのが NATO なんですね。まあ、ここに2回も行く外務大臣、林芳正君、何しに行ったんですか？外務大臣が軍事組織に、軍事同盟に行くなんて、もうわけわからんでしょ。もう同級生だけど強く彼を批判したんですね、僕は。まあ今官房長、やっぱり統一教会とかから応援もらってっから変になってんじゃないか。学校の時の志はどうしたんだと言いたいですけど、まあちょっと関係ないんで、話を元に戻します。He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. If, he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. 彼は賢明な老人だと。エゴン・バール。だけど、誰も彼の言うことに耳を貸さなかった。実際彼は一度だけ、まあ、怒りを爆発されたことがある。私の言うことを聞かないんだったら、もう二度とモスクワに来るもんかと。まあ、全てが彼が言った通りになってしまったと。No, тем не менее, everything happened just as he had said. Yeah, well, of course, it did come true, and you've mentioned this many times. I think it's a fair point. And many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine with the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War. That the opposite happened. But you've never explained why you think that happened, except to say that the West fears a strong Russia, but we have a strong China. The West does not seem very afraid of. What about Russia? Do you think convinced policymakers they had to take it down? これ面白いですね。でもちょっと今日ここでやめますね。タッカーさんはこう言ってるんですね。そうですね。もちろんそうなってしまいましたよね、と。あなたも何度もおっしゃってますが、正しい指摘ですね。アメリカの多くの人は、ソ連が崩壊して冷戦が終結すれば、ロシアとアメリカの関係はうまくいくと考えていました。しかし、西側諸国が強いロシアを恐れているという以外には、なぜそんな風になったのかは説明されてないんですよね。一方で、西側諸国はあんまり恐れていない、その中国っていうものがそこにあるんですよねって。あなたはロシアのどこが政策決定者たちに、ロシアを倒さなきゃいけないと思わせたと思いますかと。まあ、ロシアがそんな風にみんなを怖がらせるから、ロシアっていうのはやっぱり脅威なんだってみんなに思わせたって言ってますが、実はそれ違うんですよね。今日本でもロシアと中国が脅威だ脅威だ脅威だっつってるでしょ。
脅威は違うんですよ。まあ、今日は ここであのちょっと昼ご飯食べないといけない、あ皆さんね、ここでやめますけども、戦争屋が一番怖いんですよ。国と国が戦ってるんじゃないんですよ。戦争屋同士が、ディープステート同士がつながって、そして自作自演の戦争をやるのが一番怖いし、戦争はそうやってしか起きてないですよ。アメリカ以外の国がですね、自発的に外に出てって戦争したっていうのは後で言いますけども、そんなにたくさんないですよ。あの1960年代のベトナム戦争、トンキマン事件、これは自作自演の戦争でしたね。フォールスフラッグでした。あるいは湾岸戦争、これもそうでしたね。クウェートの女の子が、イラクの兵隊が赤ちゃんを丸してるって言いましたね。あれ嘘だったでしょ。それからアフガン戦争 9.11、 これももう今ではトランプさんがそれをあのデクラスするって言ってますよね。だってサウジアラビア人のあのウサマ・ビンラディンをね、アルカイダをやっつけるのに、なんでアフガンに空爆するんですか。アフガンにあの隠れてるから。なんでタリバンを掃討するんですか。おかしいでしょ。それからイラク戦争もそうでしたね。大量破壊兵器がある、もうこういうのばっかりでしょ。コソボもそう、イエメンもそう、それからユーゴスラビアもそう、もうみんな違う戦争がありますかね。だから誰が戦争をあのやんなきゃ欲してるかっていうのはもう明らかなんですよね。じゃあ今日はここでもう373人も見ていただいてありがとうございます。第3部を終えます。これで何分かな、まだ30分もいってない、27分、29秒のところで止めます。それじゃあごきげんよう。Oh!